こんにちは。今日は最後のカラオケ配信をしたいと思います。聞こえる？なんか聞こえますか？聞こえますか？なんか周りの音が大きすぎて、他の歌ってる方も。ギフトを後で読むね。なんか多分歌ってる時のなんだっけ、あれ回るやつ、キラキラとかあんまり読めないかもしれないけど、後でランキングとかはちゃんと読みますね。今日ね、まつげ上げてないんだよね。忘れたっけ。あ、あるか。なんか大学生がいっぱいいて怖いんです。周りめっちゃ大学生いて困ってしまう。マスカラ忘れちゃった。周りめっちゃ大学生。何から歌おうかな。何歌ってほしい。何歌おうかな。あげるだけあげとこう。一個お願いがあるんですけど、あ、春夏秋冬歌うあれです。SNS とか YouTube とか、なんだろう、とそういうサイト、動画のサイトに上げられるのが好きじゃないので、カラオケ歌ってるやつはあんまり上げないでほしいです。あんまりというか上げないでほしいので、よろしくお願いします。そう、いつもね言ってるんだけどね、そう嫌なんですよ歌ってるところ。待って、お水飲む。なんかめっちゃコロナガチデーなので、ドリンクバーも怖くて水買ってきた。ドリンクバーも怖い。よし、じゃあ歌おう。今日のお洋服は最近買いました。ここ肩が出てて、ちょっとセクシーです。大人っぽい感じにした。では、春夏秋冬から歌おうかな。じゃあ春夏秋冬最後がよくない？STU 曲から歌いますね。STU 曲から入れます。歌いますね。ちょっと2番がわからないので、2番は適当に歌いますね。なんでしょう。あI'm not afraid to die.
サビのダンスレイカも好き、めっちゃどんどん。よかったな。スクショはやだな撮るのはいいけど、載せるのはあんまり。だって歌ってる時絶対可愛くない。ほら、めっちゃ人のさ声が聞こえるからバンされそう。なんかあの DVD が発売されるのでぜひ買ってくださいなんですけど、昇格コンサートの DVD をレコメいただいたんですけど、水飲む。それね、それであの見ててめっちゃユニット懐かしいなと思って。あ、今日届くの？届いた？そう、それで見てたんですよ、昨日家でママと。でめっちゃ懐かしいと思って、なんかわー、アイドルだと思って懐かしいなと思いました。次何歌おうかな。 STU 曲かな、まずは。何があった？仮想恋愛はやだ仮想恋愛はやだ。思い出せてよかった、歌います。ミトちゃんでもやるかも。ずっと昔から聞いて
ギフトたくさんありがとうございます。パチパチの、ありがとうございます。なんか流れてる。何歌おうかな次。春夏秋冬あとで選ぼう歌おう。瀬戸内の声はね、でも上手な人が歌うといいんですけど、レイカみたいなのが歌うとちょっとね、なんか気まずいんですよ。あ、ん？でもなんかあれだった、全部なかった曲。春夏秋冬はあるけどないやつ。春夏秋冬は後で歌いますね。じゃあ AKB さんとかに行こうかな。あ、これにしよう。2番わかんないな。2番わかんないけど歌いますね。これはレックして、やる予定だったんですけど、レックやらなかったみたいなやつです。練習はしたんだけどやるときなかった。同じ
方だから何色なんだろうあれ。分からん。みなみさんのとこでした。練習してたのは。でもまたなんかクワトロさんとかで。黄色かな。クワトロさんとかで多分またチャートリーの公演があったらねやると思います。みなみさんとサーヤンとサラちゃんかな、あると思うのでぜひぜひ見てください。何歌おうかな。黄色、黄色だ。じゃあ、はい、初めて歌ったかも、カラオケでこれ。上から見てこ、上からね、見たからね、う、腕出てきた。何があるかな。てか、いつも何歌ってたかな、よくスティーさん。あ、これだ。てか、いつも歌ってるやつ。マンゴーも歌えるかも。
がとうございます。今何時なんだろう。ありがとうございます。30分経った。1時回った。おお何歌おうかな。チャートリ、チャークリでやったやつ何があったっけな。30分の歌だった。無謀はね歌えない絶対あれ当たったじゃん。あるかな。あった。あったな。彼女になれますか。前だったね。ファーストラビット歌います。これももうやることないよねあとリトちゃんと北斎だけなんだ。Thank you.
これは2期生でもやったし、テアトリーさんでもやったし、お披露目でもやったし、結構やる。次は NMB さんの曲です。あ、ラブ修行歌えるよ。ラブトリップ、ラブ修行やってないけど、でもわかる。ラブトリップやったし、あと何やったっけ。これは夏のツアーでやりました。めっちゃ懐かしい。なんかコンサートでもやった気がする、先輩と一緒に。
アウトロ長かった。ツアーカットされてたもんね、ちょっと。ありがとうございます。なんかタワーがいっぱい来てる。いっぱい ?2 個来てる。ありがとう。3つ ?2 個か。ありがとう。誰だろう、あとで見るね。ありがとうございます。しようかね。よいしょ。なんかいっぱいあるからさ。歌ったよ、さっきクリスマスがいっぱいやってたよね、先輩方。法定速イエイエイできるかな、ウォーウォーできるかな。何にしよう、迷うな。もう春夏秋冬歌っちゃおうかな。暑くなってきた。うん、HKT さん歌ってない、確かに。いっぱい見てくれてる。青春だけはね、多分やると思うので、卒業公演でぜひ。今日あ、もう申し込み終わっちゃったんですけど、金曜日に当落があるので、ぜひ待ってますね、当たったら。もうそろ終わろうかな。なんか全然歌上手じゃないんですけど、聴いてくださってありがとうございます。あまりね、カラオケ配信も2年いてあんまりやってなかったんですよ。全然歌上手じゃないから、だから何回かしかやったことなかったんですけど。でもレイカが SNS 載せないでって言ったら、あんまりみんな本当に載せないから。いい人。でも、春夏秋冬歌いますね。DVD 買ってくださった方は、なんか MV がダウンロードできるみたいなので、本当はね、YouTube に載ったらいいんですけど、多分載らない気がするので。春夏秋冬歌って終わろうかな。なんか暖房28度にしたら暑かった。よいしょ。水飲みます。ペカの歌好き、ありがとう。
これは余裕でフルにフルで歌います。でもね、意外とね難しいんだよ。レカが音痴だからなんですけど難しい。
ギフト読もうかな。今なんでなんだろう。なんかここね時計ないんですよね。てか携帯で普通にやってるから何時かわかる。書いてます。ギフト読もう。1時22分ありがとう。1時間弱やったのか50分くらいギフトというか何条読みますね。これタワーはどなたが投げてくれたんですか。タワー、タワー一回壇上読みますね。癒されたありがとう。嬉しい。よいしょ。13位リエちゃん、12位韓国のアンちゃん、11位ノブイチさん、10位タナさん、9位シワイさん、8位プラチナの月明かりさん、7位一財さん、6位カピバラミキアさん、5位ヒロフミさん、4位オランゲさん、3位エイティ6さん、2位リコピンちゃん、1位はふーちゃんミーさん。ありがとうございます。タワーはミーさん、ミーさんリコピンちゃんも2個あるからかな。みーさんとリコピンちゃんありがとうございます。ありがとう、ありがとう、嬉しい。ありがとうねリコピンちゃん。みーさんいないのかな今。ありがとうリコピンちゃん、ありがとうございます。スクショしとこう。ありがとうございました。終わろうかな。また卒業前に1回は配信すると思うので、卒業公演が2月5日にあるので。ありがとうレイカちゃん、こちらこそありがとうリコピンちゃん。そう卒業公演が2月5日なので、まあ2月の1か2か3か4かその辺にやると思います最後ありがとうございます。終わります。ありがとうね見てくれて。またね、ありがとうございました。